を確認しよう。鍵をかけ忘れてるかもしれない。なんか汚いもん食って何それ。でっかいカントリーマンみたいな。何それ、納豆。何それ。本当にあいつとつるんでたの。しつこいな。バレたらおしまいだぞ。うん、バレ押し。くそ、じゃあこうしよう。そりゃそうだ。私がフランクに金を返すからついてこいっていう、うん、そしたらマックスが時間を巻き戻して私を見えないようにする。その後マックスがフランクに車を確認するように言って鍵を手に入れ巻き戻して。あれ何言ってんだお前は。クロエ、大丈夫、私に任せて。また偉そうに。私は犬の気を引くための食い物でも探すか。じゃあ犬飼ってんだよね。どうやったらサクッと鍵をゲットできるかな。この人、この人、ホームレスの人。この人もなんか知ってることがあるかもしれない。こんにちは。ホームレスのばあさんに何のようだね。あんた、名前は？マックスです。どうかしたんですか？いや、ブラックウェルで女の子の自殺未遂があったそうじゃないか。うん。ケイト・マーシュです。実は私が彼女を説得して自殺を止めたんです。あんたが酒があれば祝杯をあげたのに。どうも。お酒あればよかったですね。それにしてもケイトの件はまだ謎ばかり。私はきっとあんたよりいろいろ知ってるよ。本当に？みんな私を見て見ぬふり。でも私はちゃんと見てるのさ。何何教えて。ネイサンかな、まず。ネイサン・プレスコットも。あの甘やかされたガキはなんだかやばい匂いがプンプンするね。自殺未遂した子に薬を盛ったんです。なんだかあんたは私よりもいろいろ知ってるみたいだね。私はただ悔い改めました。心配なんです。何か隠しているような口ぶりだけど。まあまあこういう人に話してもいい。信じてもいいかな。私をおかしいとも思わないだろうし。私なんかがどうこう言えるもんか。それにあんたはまともさ。じゃあ言いますよ。実はアルカディアベイが竜巻で崩壊する未来を見たんです。本当にありえない話じゃないね、うん、近頃街の空気がおかしい。知らせてくれてありがとうよ。ほう。嵐のことを話してくれた。あ、他の人の話せないんだ。私も何か分かったら知らせるよ。何か情報がもらえるかもしれないね。これやっといてよかったんだろうね、じゃあね、今のね。ベーコン、またお腹が空いてきた。でも先にフランクから鍵を手に入れ。オーレン、あ、チケット売り切れ。あ、なんとか2枚ゲットした。じゃあいいじゃん。じゃあいいじゃないのよ。ねえ。ないと。でも見るだけだね。話しかけたりはできる。じゃあ話すか、フランクに。俺を撃とうとしたくせにのこのこ来るとは度胸があるな、お嬢ちゃん。だがクロエとつるんで銃をおもちゃにしようがレイチェルの服を着ようがガキはガキだ。レイチェル知ってんだな、やっぱりね。なんでレイチェルの服だってわかるの、うん、お前と違ってその服が似合ってたからな。で、なんだまた俺を撃ちに来たのか。あなたの車を調べさせて。嫌だね、俺につきまとうんじゃねえ。作戦失敗。あそこにいる警察官かネイさんにでも話しかけてしつこく質問すれば有用な情報を聞き出せるかも。おやおや、スーパーマックスのお出まし。いえ、私がスーパーマックスだ。あまり悪く思わない。いや、いいんだよ。この町の平和が保たれればね。ありがとうございます。でも私は運よくそこにいただけだ。重要なのはケイトが助かったことです。何より重要なのはケイトという一つの命が助かったことだね。めっちゃ質問あんじゃんこいつ。ブラックウェルの顔といえばネイサン・プレスコットでは？とんでもないことを言うな。プレスコット家の噂は知ってるだろう。アルカディアベイの乗っ取り。そんなところだ。プレスコット家は大きな土地取引に乗り出してるらしい。取引といえばプレスコット氏は以前俺の家族を助けてくれてな、その代わりに取引をした。そしてもう抜け出せそうにない。なあ、もし人生をやり直すことができたら。って関係ないな、朝食に戻るよ。また後で話そう。あんなこと言わなきゃよかった。巻き戻さないと。おやおや、いや私はスーパーマックスだ。ありがとうございます。君は今ああ、なるほどね。じゃあいろいろ聞いときますか。ブラックウェルの顔はデイビッド・マドセンじゃないですか。今だけだろう。尊敬していないわけじゃないが、いろいろとやりすぎだよ。私とクロエに対してもいろいろとやりすぎなんです。そうみたいだな。前も銃を盗まれたとか騒いでいたが、思い込みが激しいんだろう。話せない。何の用だい？話せるか。まあいろいろ話しましょう。しばらくはケイトがブラックウェルの象徴になりそうですね。彼女を助けた君もな、他の生徒にも見習ってほしいね。アルカディアベイは変な町だと思います？普通の町ならこんなことになってないさ。考えると嫌な気分になる。うん。あなたがプレスコット家のために働いてると聞いたんですが。なんだと？そのことが噂になってるのか？別に責めてるわけじゃないんです。プレスコット家に困ったことがないか時々調べてるだけだ。ほう。姉さんのことも頼むから黙っててくれ。他の人に聞き込みしたまえ、コールフィールド警部。ほう。この人は無理か。ああ、間違えた。他に話せる人？あ、こいつ話せる。あ、姉さん。レイチェル。んだよ、お前か。マックス・アンバーか。パンクにイメチェンか。そういや昨日お前がジェファソンに歯向かったのはかなりの見ものだったな。警察官もいるダイナーなら、いくらあなたでも騒ぎを起こさないでしょ。強がっても無駄だよ。強がってるのはお前の方だろ。校長室では余計なことを言わなくて正解だったな。ほう、こいつも多いね。警官の情報、すべてをもみ消してくれる優しいパパがいて羨ましいね。知ったふうな口を聞くな。お前に親父と俺の何がわかる。だったら教えてよ。なんでだ、気にかけてるふりか。教えることなんてね、親父はただのクソ野郎だよ。ああ、そうなんだ。助けになれるかもよ。うるせえよ、俺に関わんじゃねえ。いいな。あ、もううまくいってないんだね、親父はね。まあそっか。たくしつけえな。今度は可愛がってるわけではないのかも。聞いてねえさん、もし私をフランクに仲介してくれたら、これまでのことは水に流すよ。意味はわかるよね。風邪薬が欲しいなら薬局に行きな。鉄弁するのも楽じゃないの。とにかくどうなの？落ち着けよ。しょうがねえな。そんなに勉強したいならフランクに高等教育って合言葉を言いな。用意してくれるぜ。ほう。たくしつけえな。まだ話せる。まあレイチェルのこともね。あなたとレイチェルはフランクからいろいろ手に入れてたんでしょ。レイチェルはだいぶハマってたみたいだけどな。俺は違うね。嘘でしょ。まるで分かっちゃいねえな。レイチェルがフランクとつるんでたのはそこにいる警官も知ってるぜ。ってお前余計なこと言うんじゃねえぞ。なんかどんどん情報集まってきたよ。ケイトなら泣き寝入りすると思ってたんでしょ。何言ってんだ。何か持ったんでしょ。マックス、お前本当にバカだな。何も分かってねえくせに偉そうにしやがって。そんなに俺を敵に回したいのか。ちょっと騒ぎを起こさないでよ。姉さん関係ないのか。なんなら名誉毀損でお前を訴えてやろうか。関係ないことはないよね。さっさとうせな。知ってるけど何かやらされてたっていう感じ。聞いた話だとあなたとフランク見張られてるんだって。あなたのパパが雇った警察官に。バカ言え、持ち物を雇う必要がどこにある。それに警官も俺のことをチクるほどバカじゃねえ。本当に？じゃあフランクは捕まっちゃうんじゃ。いずれ捕まるさ。レイチェルと血の誓いを結ぶようなヤバいやつだしな。血の誓い？くそ、余計な話をしちまった。今のことは忘れろ。とにかくもう行け。喋ったら殺すぞ。レイチェルと血の誓い？お前バカかよ。さっさとうせな。今の聞けってこと？本気で怒らせちゃった。巻き戻さない。フランクの血の誓いとレイチェルのこと秘密にしてるの。血の誓い？何のことだ。俺はそんなこと誰にも喋ってない。それにどうせみんなフランクは嘘つきの負け犬だと思ってるだろ。あのレイチェルだってな。でもレイチェルはフランクと関係を持ってた。レイチェルはフランクの商品欲しさに写真を撮らせただけだ。フランクは盛大に勘違いしてるみたいだけどな。バカだなし。もう一回いける？たくしつけえな。あ、一緒か。フランクの血の。でも。ね。たくし。もう何もないか。警官には話せないのかな。あるわ。レイチェルとフランク。姉さんは。レイチェルとフランクがブラックウェルを象徴してるって。フランクはもう生徒じゃない。残念なことにこの町の顔であることは否定できないが、あいつには近づくな。それからあいつの犬にもだ。犬。フランクは犬をすごく可愛がってますよね。ペットというよりボディーガードだな。血を欲しがるように訓練したんじゃないか。血を欲しがる。まさかフランクはどこから犬を手に入れたんですか？あいつはかつて刀剣に夢中でね。だが何のつもりかある日急に犬たちを助けた。今飼ってるのはそのうちの一匹だ。だが危険なやつには変わりない。近づくなよ。まあいいやつでもあるのかね。何の用だい？あんまないか。じゃあいろいろ情報を得た上で話していきますか。あいつから情報もらったことも全部消そう。めっちゃ食ってる。ああ、この人に教えないと。でもああ、ほう、あ、違う、ホームレスのおばさんに教えたことは消しちゃダメか。こっちは後でいいや。大丈夫かな。犬を助けた。怖そうなふりしてるけど犬をたくさん助けたんだよね。ふりなんかしちゃいねえ。誰からそのことを聞いた？すごくいい話だね。動物が好きなんでしょ？犬を撫でてもいい？犬撫でたいから車に入りたいんです。お前には犬のクソだって。犬のクソでもダメですか？犬のクソ目的は犬じゃなくてこの鍵だろ。犬のクソなんです。犬のクソを触りたいんですよ。次はよだれを垂らしてみるか。何にしても鍵はやらねえよ。じゃあもうこれ鍵取っちゃえばいいんじゃない？鍵はもらってくからね。うい。てめえ何やってんだ。何やってると思います？鍵を返しやがれ。聞こえてんのかこれ。うい鍵ゲット。さあクロエのところに。よしよしよし。あれホームレスのおばさんをにさ嵐が来ること。教えておかないと。そういえばおばさんこれもレイチェル・アンバーの失踪と関係している気がして。レイチェルはこの町のあらゆる出来事に関係しているよ。あらゆる出来事に。フランクはレイチェルを知ってた。彼をこの辺で見ましたか？今日見たよ。落ち着かない様子だったが。なんで警察はあいつをほっとくんだろう。なんだかあんたは。私は何か。まあ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 話しとこう。あり。よしよしよし。こっちがいけないか。これで車が開くと。ビクトリア。ん？ああ、ジェファーソン先生に吸血つけてあんたは絶対にクラブに入れないからって。うん。まあまあまあ。どうでもいいや。ボケうっさい。ボケって言ってね。気をつけて。番犬がいるよ。おい。さすがだね。まったく頼りになるよ。お礼ならフランクにどうぞ。さて始めようか。これを使いな。お犬。犬対策グッズ。いいな。駐車場？え？道路に投げちゃった。やっぱ犬は犬だな。バカめ。これで安心して入れる。さっさと済ませよう。今は餌に夢中だけど、そのうち戻ってくるかも。あ、そうなんだ。急げ。私の部屋がマシに思えるな。フランクと比べないでよ。フランクは別に。いや、あのブレスレットを持ってるだけで十分怪しいか。こいつだったらどこにでも行けるな。海沿いをビッグサーの方まで行ったら最高だぜ。そうなの。こういう車のハイウェイをぶっ飛ばしながらまたキスでもせがむの。ほら、おしゃべりは後にしてレイチェルの手がかりを探そう。分かってる。ただの夢さ。さてさて、戸棚。車内を探して。何にもないよ。パソコンを探ってみる。おパソコンね。OK。ゴミ屋敷化してるよ。汚いな。餌入れ瓶。ん？クロエとこの車で旅行できたら楽しいだろうな。ハンドル。いいね。でかいね。車もね。バット。アルカディア・ベイブルワーズに入団したいわけじゃないよね。何にもなし。なんとかに刃物は要注意だよ。そういうこと言うなよ。そりゃおやつも食べるよね。ビニール袋怪しいぞこれ。すごい数のビニール袋。リサイクルしようよ。これに薬を入れて売ってるってことだね。だからね。でも薬をどっかに持ってるってことだよね。でも人が生活する環境じゃないよね。薬物を持ってるわけでしょ。解読できそうにないな。はあ、これだ、なんかなんだこれは自分よ、商売よ、それとも両方。ライターにしては大げさ。ああ、火で炙るやつ。だからこれ薬物なんだ、火で炙るのって。オンライン販売に進出。インターネットビジネス初心者ガイド。まあ炙る系の薬とかじゃないの。何か道具があれば開けられるのに。犬と一緒の写真はなんか微笑ましいかも。うん。秘密はなし。で今どこから？発見、フランクの宝物。それ何、薬物？え？検知したのに。この通気口外れそう。こじ開けるものさえあれば。うん、なるほど。こじ開けるものがねあれば良いと。ナイフ？これは使えそうだね。シェアナイフ手に取ったぞ。無敵じゃ。こいつ犬を使って何やってんの？やめなよ。さて中身を拝見。お、日記？ああ。レイチェルとフランクの犬。今付き合ってたのかな。喜ぶべきか悲しむべきか。うん、この手紙読んでるってことは今起きたってことね。昨夜ごめんなさい。昨日の私はどうかしたらあなたに八つ当たりするなんて。それからポンビドゥもごめんね。最近は何もうまくいってなくて、いつまでもアルカビアベイに閉じ込められてるわけじゃないって気がしてる。あなたがいてくれてよかった。私にとってあなたはこの街で大事だと思える数少ない存在。一緒にいる時のことを思い出すと笑顔になれるので、一緒にこの街から出ていこう。永遠にずっと大好き、レイチェル。うん、やっぱフランク、あ、やべえ、途中まで違うんだよ。もう一個あった。え、これどうやってやればいいんだよ。うん、まあいいか。これじゃあ、戻しとこう、一応。うん。ここも開けられたりする？ここは開けられない？人が生活する環境じゃないよね。下は開けられなく、上も開けられないと。ああ、手帳のこと話すか。レイチェルがフランクにこんな写真を撮らせてたなんて、ラブレターも書いて、フランクとやってたなんて、そんなの一言も言わなかった。なんで？やっぱ付き合って分かってたからだよ。友達なら言うだろう。友達だったの結局。みんな私を裏切るんだ。パパは死ぬし、マックスは何年もいなくなるし。しょうがないじゃん。そうやつと最高。そしてレイチェルまで。レイチェルは行方不明、裏切られたわけじゃないよ。うるさい。クソ親父の肩を持ったくせに。聞きたくないんだよ、クロエ。いや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 。どうすんの？かわいそうこいつ。鍵なくなったしさ、犬と飛び出てるし。かわいそうすぎるだろ。クロエさ、人生がうまくいかないからって全部私とか他人のせいにするのは良くないよ。だってそうだろ。そうだよ。それとも私が全部悪いってのかよ。そういう話じゃないの。いやでもそういうことでしょ。まあ誰のせいでもない。まあでも大人になりなよって言ってもいいかもね。クロエだけが問題を抱えてるわけじゃない。一番反発しそうだから。ケイトはもう少しで。ケイト・マーシュの件は悲しいよ、うん、でも私の人生がクソだってことには変わりないだろう。じゃあ誰のせいだっていうの？父親以外に誰がいるんだよ。ウィリアムおじさん言ってもそのマジで言ってんの？そうだよ、パパは私を見捨てていなくなったんだ。おじさんはクロエを見捨てたわけじゃないよ。そんなの分かってるよ。でもママは自分を責めてる。パパに迎えに来るように頼んだから。私だって時々ママを責めたくなる。そんな嘘なんかじゃない。マックスには帰るはずの父親が急にいなくなる気持ち分からないだろう。分からないけど、でもあの日私は一緒にいた。あれは誰のせいでもない事故だよ。関係ないよ。あれ以来私の人生はクソまみれだ。まあそうかもしれんけどさ。でもこの1週間でクロエの人生が私の人生を変えた。もうクソじゃない。その言葉を信じたいよ。できるならまた何かを信じたい。クロエ、私一人じゃ何もできない。クロエが必要なの。レイチェルも待ってるよ。もうだいぶ取り乱してますね、クロエはね。あ、送ってきてくれたの。気まず。めっちゃ喧嘩した後じゃん。もうやだー、やだよー。なんだよー。まあね、その頃の写真ね。え？何が起きてるの？何？音は聞こえるの？Lと、あ、これ？え？パパね、最新のパソコンを買うんだ。え？フラッシュは平気だったかい？え、これお父さん生きてるの？アルバム行きだな。それは私が決めるの。これクロエ？ねえ、マックス。ちょっと顔真っ青だけど大丈夫？マックス、ちょっと多分大丈夫。よし、じゃあクロエ決めてくれ。そうね、家族アルバムに保存ということで。どうなってるの？ところでおじさんがいる。クロエはまだ子供。そんなに前まで戻ったの？パンケーキのこと？フランスではこれ新しい能力を開花したってこと？13歳の自分の中に。じゃあ卵を割ります。卵はいくつ使うんだ？これ何しないの？死なないように？じゃあ何個？まさかシェフを疑ってるのか？死なないようにしろってこと？どうすりゃいいの？ママがいない。これ忘れてた。東大知らないよ。うちはこういう家族写真撮ったことないな。これなんか落ちてる。懐かしい。夜一緒に映画を見たっけ。結局旅行は実現しなかった。家族旅行行こうって言ってたんだ。ちょっと待って、何か。もしもし、ジョイス、クロエたちと朝ごはんを作ってたとこさ。2ホエールズでやって。なんか書いてある。落書きした。え？ス敵なスノードーム。鹿ってなんか透けてるやつじゃない。なんか意味あんのかな。おじさんをそういえばこんなの読んでたね。でもこの日を境に趣味は変わっちゃった。さて西部マートまで女王陛下を迎えに行くことになった。平民の食料をたくさん買い込んだみたいなのでね。これでしょ。これがパパのいいところさ。くそ、鍵はどこに行った。汚い言葉一ドル罰金。こんなに散らかして一緒にいろんな絵を描いて楽しかった。鍵えいやダメダメダメ、言っちゃダメおっさん。発見。いやいやいや、こんなところにいたのか。いやいやいや、巻き戻せんだこっから。もしもし。いや絵は描いとこう。ジョイス、クロエたちと朝ごはんを。よし。仕掛けた。よし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 。ホエールズで雇って。落書きみたいなって。え？鍵を隠す。買い物ね。もちろん迎えに行く。他にありつけるかもしれないしね。西部マートまで女王陛下を迎え。鍵を投げる。もうこう投げちゃうか、さっきみたいに。3回込んだみたいなのでね。それがパパのいいところさ。くそ、鍵はど。あ、あれか、ピピピピピってやつか。確かにここに置いたのに。おーい。あ、落としながらよかった。外にあったからってこと？まったく。もう二度とあの店で買わないぞ。どの店？バスでも行けますよ。ね、バス停はすぐそこだし。確かにね。明暗だ、マックス。そうそう、バスはいいですよ。15分おきに来るし、おじさんとおばさんと買い物袋を乗せる場所もいっぱいあるし、環境にもいいし。もうそのつもりだよ。ではバス停に行こう。ジョイスに怒られなきゃいいが。今日のマックス絶対おかしい。大丈夫？クロエやったよ。大成功だよ。おお。え、これでお父さんは死ななお葬式？ああ、旅行に行った。バックパックをした。ああ、お父さんと一緒になるほどね。こんな変わるの？あ、そっか、再婚はしないよね。ああ。誕生日。一応ね、鍵、あ、車をもらったんだ。どういうこと？ちょっとちゃんと聞いてるマクシーン。マクシーン？今マクシーンって呼んだ。ごめんごめん、マックスって呼ぶ約束だよね。そう怒らないで。お詫びの印に後であれ渡すからさ。何ぼーっとしてんの？何あれって。なんか様子が変だよ。薬っぽいよね。やっぱりボルテックスに入れたの間違いだったな。コートには誰も入れたくないんでしょ。そんなこと言ってないし。ボルテックスクラブに入ってるってこと？私。ウォーレン、ステラと付き合ってるの？あ、そうなんだ。めっちゃ変わってんじゃん、なんか。そんな、何もかもめちゃくちゃだ。他には何が変わったの？クロエは。そっか。ああ、普通のバスの運転手。いや。お父さんを死なせないルートを選んだことで、こんなにその、バタフライエフェクトというか、周りが変わっちゃっていってるってこと？いや、これ大丈夫か、クロエ。車のキーもらってたのめちゃめちゃ怖いよね。あ、なるほど、そうだね。異常気象は。二重太陽とか日食とかはない。え、何あれ、クジラか。海に打ち上げられてる。やっぱ異常気象は起きてるんだ、ずっと。2ホエールズダイナー。だから、いやー、これ3ホエールズダイナーになっちゃうけど、これ。いやいや、違うんだよ。めっちゃ死んでんじゃん。黒江の家？いや。黒江、大丈夫か？そのお父さんが事故に遭わなかった代わりみたいなものがどっかに。いやー、やっぱマックスじゃないか。お父さんがいる。一体いつシアトルから帰ってきたんだい？またこうやって君に会えるとは思わなかったよ。いえ、クロエは今どこに？クロエは君とずっと会いたがってたんだ。待ってて。生きてる？クロエ。あ、生きてる？お客さんだよ。そういうことか。人工呼吸器みたい。これで終わりか。エピソード3カオス理論。何が起こるかわからないってことですね。ちょっとした小さなことが、それがさらに大昔の人一人こう生き返らせるっていうことがここまで変わっていったっていうことですよね。いやー、これは辛いですね。いや、僕死んだかなと思って、そう、クロエをなんかこう、クロエを殺そうとしてるというか、クロエはもう死ぬっていうことがこの世界の中ではもう、まあ、当たり前というかね、決定事項でそれをねじ曲げていったらどっかに歪みが生じるっていうことなのかなと思ってたんですけど、そういうわけではなくて、何かの歪みをどこかが受けるっていうことなのかもしれないですね。だからお父さんが死ななかった分、どこかに何かの歪みが、まあね、黒以外のところでも何か不幸な人が出てきたりとかしてるのかもしれないですけど、いや、だからあれですよね、お父さんがプレゼントに車を与えてしまうと、お父さんが生きていたら、結構自由にさせてあげようというお父さんだから、代わりの岐阜の人たち、警備主任たちがあって、だからそれ車を持っててしまって、そのことで事故をしてしまうんじゃないかな、あれは多分。いやー、どうなんだろう。あとやっぱこうね、あんだけこうはしゃいでたというか、こうね、ああいう感じの黒江の雰囲気と、また髪の毛の色とかも昔のまんまだったりとかして、いや、これはどうしたもんかね。こっちが幸せってこともありえるのかな。難しいなこれは。まあ、お父さんとの日々を過ごせたクロエ、18歳までね、お父さんとその幸せな家族と過ごせたクロエっていうのが今結果的にはなってしまったけどいるという。とはいえ別にクロエが事故に遭わなければっていうのもまたねあると思うんですけど、それを知った歪みはまたどっかに生まれてくるんだろうなっていうね。まあ自分が今度いつかなるっていうことももしかしたらあるのかもしれないですよね。そのマックスが、まあ半身不随みたいな状態になってしまったりだったりとかね、何かを変えることで今回ちょっとボルテックスクラブのメンバーになってる感じで、おそらくマックスも薬をやってるのかな、っていう人間になってた。だいぶマックスの性格というものにもだいぶ影響を与えたんでしょうね。そのクロエがクロエのお父さんが死なずに、しかもクロエが半身不随みたいな状態になっちゃう事故で18歳以降にっていう知らせを聞いた上でこっちに戻ってきたっていうマックスの性格にもおそらく今のマックスは飛んできたマックスなんて知らないんでしょうけど、それまであそこで囲って話してたマックスっていうのは今のマックスと多分性格は違うんだろうなっていう気はしますよね。未来を変えなかったらその先ね、確かにもう印象値とか全部もうなくなっちゃってるわけでしょ多分ね。今までやってきたことも全部なくなってるわけなので、多分お父さんを死なせないっていうことのこの歪みをどうにかすることができるのかな。なんだか結局今までなんかこう いろんな人にいろいろやってきた選択っていうものを今チャラにしてる状態なんで、多分戻すっていう判断をどこかでマックスはすると思うんですけどね。そのクロエが半身不随にならなくてお父さんも死んでしまった世界っていうのに戻さざるを得ないのか、戻してしまうのかっていうのがおそらく次のエピソード4かなになるのかなという気がします。じゃあみんなで選んでった選択肢見てみましょう。お金を盗んだ。お金盗まなかった。まあ、でもお金盗んだ人の方が多いんですね、ちょっとね。これでも盗まないよね。クロエにキスした 77%。みんなやっぱりユリ展開が好きなんですね。はいはいはい。デイビッドに味方したクロエに。これは少ないんですね、デイビッドに味方したの。デイビッドがあそこで切れてることは何にもおかしいことはないと思うんですけどね。あれは僕デイビッドが正しいと思うんですけど、そんなことはないんですかね。救えなかったからって警備をやめたり緩くするっていうよりも、救えなかったからこそ警備をね強くするっていうのとは、学校に紛れ込んでるプールとか入ったりしてるやつを取り締まるっていうのは何らデイビッドにこう悪いことはないというか、なんならちょっと真面目すぎるぐらいっていうところを責める感じなんですかね。軍隊上がりだからしょうがないのかな。フランクの犬に怪我をさせなかった。これやっぱ道路に投げると怪我をしちゃうんですかね。車とかそういうのかな。デイビッドの銃はクロエが持っている。デイビッドの銃はフランクが持っている。なるほど。デイビッドに銃を取られるっていう選択は多分前のエピソードとかでゴミの廃棄所みたいなところでやっちゃうと、ここでデイビッドの家に銃が置いてあるっていう状態ができるんでしょうね。なるほどなるほど。これはだから二重にやらなきゃ無理な選択肢なんで、多分クロエが持っているっていうのが多いということなんでしょうね。はいはいはい。なるほど。朝なぎこの辺はいいか。じゃあこれ一応終了。ダンスパーティー。銃。パソコンを見る。暗室、エピソード4暗室。ほう。まあ、ちょっと明るくなりましたね、また。はい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 。まあ、これまでの選択はあれかな、顔するの。フレンドデータ。あ、次がこれか。リサは生きている。リサは死んでしまった。あ、リサが。リサってないの？あ、木か。植物か。はいはい。ウォーレンの成績を書き換えた、書き換えなかった。書き換えないでしょ。だって A マイナーっていいんじゃないですか。うん。パーティーの名簿に名前を書かなかった。ん？パーティーの名簿なかった。名前を他の人の名前を消した。名簿？ん？なんかよくわかんないですね。警官からの留守電を消去しなかった。留守電？警察からなんです。ああ、これは過去にあったの。アリッサを助けた、アリッサを助けなかった。アリッサって誰？またなんか話してない人が結構いるっぽいですね。ホームレスの女性に警告した、しなかった。あ、これはしましたね。過去に戻った時写真を撮った。写真を撮らなかった。あ、写真撮れたんですね、あそこで。2人が、なんか話してるところ。暖炉に印をつけた。あ、これなんかつけましたね。なんだったんだろう、落書きしようみたいなね。はい、というような感じで、次エピソード4暗室ですね。次は、いやー、どうなるのかめちゃめちゃ気になりますねこれ多分戻ると思うんですけどね、なんだかんだクロエ、まあクロエ出てこなかったですね、しかもね、予告のところにはまあクロエをあのままの感じで進んでいくっていうことがもうあと2個あるっていうのはなかなか考えづらいですよね。あと1個で終わるんであれば、まああのまま終わるっていうことなんですけど、多分どっかでおじさんをまあ死なせなければいけなかったなっていう話になるのかなという。っていうことをやっていってしまうと、どこかでクロエが死ぬっていうこともやっぱり、選択しなければいけないのかなっていう、気がしますけどね、この大きなテーマ性というか、記事というか、ゲームの中の。はいはいはい。クロエが死ななければいけないという。だからで、どうなんだろうな。もしかしたら異常気象とかも、まあ、バタフライエフェクトなんで、蝶が回らなければとかいうところで、どうなんだろうな、クロエを生かすか生かさないかみたいな選択を迫られることがあるんだ。まあ、世界系的なね、ああいう世界を取るか、ねえ、少女を取るかっていう選択に迫られることがあるんですかね。わかんないけどな、どうなるんだろう。はい、まあちょっと次回気になりますね。